こんにちは。新しい学問と化政文化についてやっていきましょう。まずは国学と蘭学についてです。元禄時代に万葉集などの日本の古典研究が進んだと説明しましたが、18世紀後半になると古事記や日本書紀などの歴史書の研究が進み、仏教や儒教などの影響を受けない日本固有の思想を研究するという国学を本居宣長が大成させました。彼は日本人は仏教や儒教が入ってくる以前の世界を知る必要があると説いたんです。仏教や儒教が入ってくる以前の日本はというと、神の国であり、イザナミやイザナギ、アマテラス大御神などの世界を知ることで、日本古来の精神を知ることが必要だと説明したんです。この考え方は天皇を尊敬する思想と結びついて、幕末の尊王攘夷運動に影響を与えたとされています。その頃の尊王論はというと、朝廷を尊敬して、そして天皇の委任によって政権を担当された将軍が政治を進めているのだから、だから従うことは当たり前なんだと、朝廷を尊敬することで幕府の正当性を守ろうとした、そんな考え方でした。この頃、蘭学も発達していきました。蘭学とはオランダの学問を言いますが、ざっくりと外国の学問のことだと認識しておいていいと思います。先駆者としては新井白石などがおりますが、しっかりと形成したのは徳川吉宗の頃。キリスト教に関係なければヨーロッパの書物をどんどん取り入れていいよというふうに制度を変えたことから形成していきます。具体的には杉田玄白などがヨーロッパの解剖書を翻訳した解体新書を出版し、オランダ語でヨーロッパの学問や文化を学ぶ蘭学の基礎を築きました。他にも「ハルマワゲ」というオランダ語の辞書や文法の書物を作ったり、オランダの医学書を翻訳したりするものも現れました。このようにして蘭学を学ぶ人が増え、近代化の基礎が築かれたそうです。蘭学を学んだことによって、医学やその他さまざまな学問でいろいろな発展があったそうです。そのいろいろ発展した学問の具体例として天文学があります。18世紀末、幕府ではヨーロッパの天文学を取り入れた日本独自の暦である寛政暦を作成しました。それまでの暦は中国の暦を取り入れていたんですが、日数のずれもあったため、高橋義時という人物がヨーロッパの天文学を取り入れて寛政暦を作成したんです。19世紀の初めになると、天文学の発展から地理学が生まれ、高橋義時に師事した民間出身の伊能忠敬がヨーロッパの技術で全国の海岸線を測量し、正確な日本地図である大日本沿海予知全図を作成しました。続いて化政文化についてです。19世紀の初めの文化文政期と呼ばれる時期には、文化の中心が上方から江戸に移っていきました。主に第11代将軍の徳川家斉の頃、庶民を担い手として発展した文化を文化文政期から一文字ずつ取って化政文化と言います。歌舞伎や落語、相撲などが人気を集め、江戸を中心として地方にもこの文化は広がっていきました。この頃、浮世絵の技術も進み、鈴木春信が錦絵という多色刷りの版画を始めました。元禄時代には菱川師宣が町人の生活を描いた浮世絵が流行ったと説明しましたが、その時には一つの色合いの版木を使っていたんです。しかし化政文化になると、色ごとに版木を分けて刷ることで美しい色合いを表現できるようになっていったんです。この錦絵という浮世絵の形が大流行して、東宗最写楽という人物が当時人気であった歌舞伎役者市川海老蔵を描き、また北川歌麿は美人画を、また葛飾北斎や
宇田川広重は風景画に優れた作品を残しました。葛飾北斎の富嶽三十六景や宇田川広重の東海道五十三次は有名です。葛飾北斎は引っ越しを93回行った人物だと有名ですね。また、改名をかなり多く行った人で、画卿老人万次という名前での作品も残っております。こうした浮世絵は、ヨーロッパの絵画にも大きな影響を与えたとされております。当時の文学では、幕府を批判したり、世の中を皮肉ったりする川柳や評価が流行っていきました。また、十返舎一九の東海道中膝栗毛や、滝沢馬琴の南宋里見八犬伝などの長編小説が多くの人に読まれるようになっていきました。俳諧では、与謝蕪村が風景を表現したり、小林一茶が農民の素朴な感情を歌に詠んで人気を集めたりしました。最後に教育の広がりについてです。京都や大阪では学者が私塾を開き、武士だけではなく町人や百姓もこれに入門していきました。私塾の具体例としては、大阪で尾形光庵が開いた適塾や、長崎のオランダ商館のお医者さんであったシーボルトが開いた医学塾である鳴滝塾が有名です。シーボルトは鳴滝塾で手術のやり方を見せたりして日本の医学の発展に貢献したんですが、オランダに戻るときにお土産として日本地図を持って帰ろうとしたんです。それが日本地図を持って行っちゃいけないということで処罰を受け、シーボルト事件という事件を引き起こした張本人でもあります。適塾の出身者としては福沢諭吉や大村益次郎がいまして、鳴滝塾の出身者としては蛮社の獄で処罰されることになる高野長英がいたりします。幕末から明治時代にかけてかなり活躍した多くの人材を輩出したのがこの私塾だったんです。一方で諸藩ではというと、藩校を設けて武士に学問や武道を教え、人材の育成を図っていきました。これは幕藩体制の動揺を打開するために、武士に対して高等教育が必要だということが認識されたからです。その頃、庶民の間にも教育への関心が高まり、寺子屋が開かれました。そこで読み書きそろばんなどの実用的な知識や技能を教えました。今回はここまでです。お疲れ様でした。